どうも、今日はですね、なんと今時の人となったね、ゲーム芸人の藤田さんがわざわざこの僕のぴょこたんチャンネルのために、いや、ありがとうございます藤田さん。ありがとうございます、ありがとうございます。で、やっぱ僕もノンフィクション見せてもらって、はい、涙出ちゃいました、一部分だけあ、ありがとうございます、つぶれていただいて、はい、ありがとうございます。あ、そうですね、はい、やっぱ父親の涙のところとかで、やっぱ反響とかすごい気になるんですよ。今まで多分藤田さんの人生で一番注目が集まる番組じゃないですか、うんまあそうですね、前後編を含めればそうかもしれないですね。そうですね、長い時間地上波の尺を確保して自分だけでやっぱ出てから日常が変わったかとか気になるんですよ、すごく。いや、変わらないですね。え、かね、その会う人会う人に見たよって言われるんですけど、はい、いやでもね、僕はあの感じはもっと藤田さんの好感度、うん、あの編集にすごい不安を抱いてたじゃないですか。どこ使われるか。もちろんもちろんもちろん。で、めちゃめちゃ藤田さんいいように使われてたじゃないですか。まあそうです。結果そうですね。だって、いやいや、なんか、ああいうね、はい、あの二人の嫌なところを見せずに、壁だけ殴ってたらやばいじゃないですか。はい、あ、まあ、やばいですね。やばいですね。いろんなことがあってあれだから、まあまあっていう話になったわけじゃないですか。まだ壁の方は後編だから、僕まだ現時点は予告でしか見てないわけじゃないですか。でも予告で2回ぐらい挟まれてますよね、あれ。あ、まあね。あそこはまあ、センセーショナルな。僕はあの、藤田さんのブチギレのシーン、1回見たことあるじゃないですか。初対面の時。あの時も、はい、ああいう感じで柔らかいものを殴ってたんですよ。あーっつって。ダンボールですよ、その時は。ダンボール。その時は、今回はソファーですけど。今回壁ですね。あ、壁ですか。柔らかい壁ですか。結構硬かったですか。結構硬い壁を殴った。はい。怒ると、なんかを、物を殴るんだなっていうのが僕分かったんで。そうなんですよね。これはね、ほんと悲しい話なんです。ここだけの話なんですけど、はい、父親がすげえ暴力的な人だったんですよ。ああ。で、小学生とか中学生の頃とかって、はい。まあ力でねじ伏せられてたんで、うん、どっちがいい悪い置いといて、あ、はいはい、気に食わなかったら暴力で来ましたし、うん、そうやっぱ冷蔵庫とかを殴ってましたね。あ、つまりその、うん、怒りを物にぶつけて、それは優しいじゃないですか。何かあった時に物、そう、親父をただ殴ったことないですからね。あ、一回もないですからね。優しい優しい。かなりだから、そのまあ多少はね、演出も含まれたかもしれないですけど、うん、掃除してるとか一生懸命撮ったりとか、そうそうですね。あれも、ね、スルーする可能性もありましたもんね。まあ、そうですね。ずっと密着してくれてたんですけど。そう、使われてて。あとやっぱ、お金渡すときも常に取ってたじゃないですか。あれ僕ね、よく藤田さんにお金渡すときとか、僕も取るの大好きなんですよ。人にお金渡すときに、全部取っ、お金勘定してるとことか受け取ってるとこって絶対嫌な感じになるじゃないですか。そう、絶対嫌な感じになるけど、絶対取ってるじゃないですか。はい、あれすごいいいなと思って、しかもかなりの割合で使われてませんでした、そこ。そうですね。親父に金渡すとこ。それも、まあ、さすがの藤田さんだなっていうのも思いましたし、あとはね、やっぱあの親父の泣いてるところって何回ぐらい見たことあるんですか。あれ、あの時以外だと1回ぐらいですかね。1回ぐらいですよね。だからあそこのシーンね、僕すごい良かったです。涙出ちゃいました。まあそうか、でも、はい、ちょっとその時はもう結構認知症がやばいなと思ってた時なんで、はい、悲しいというよりも、うん、認知症ってなんかそうなったりするっていうじゃないですか。あ、そうなんですか。でもあの涙は本物の涙ですよ、うん、そうそう、出会ってほしいんですよ。うん、昔悪かったけど、悪いことしたけど、はい、よくしてくれて泣いてってか、はい、だったらすごい俺も悲しいですよ。悲しいですか。でも嬉しくないですか。あ、悲しいです。嬉しいですよ、はい、嬉しいけど、そん、まあ、泣いてるとこ見たことないから、どうしたのって聞くわけ。あ、でも気持ちも分かるしね、親父の気持ちもね。うん、しかも親父は一応そのほら、資産をこっちに渡すって言ったわけじゃないですか。それで小銭が始まったわけですよね。そう、それも嬉しくないですか。嬉しいですね。そうですよね、嬉しいけど、もともとうちは裕福な家だったんですよ、はい、で兄に数千万渡し、はい、明美さんか、亀の、はいはい、明美さんにもってその家を売ったお金の残りと今まで稼いできたものを全部吸い取られてるんで、はい、10万あげたって本人が言ってるんですよ、親父が、はい、兄と明美さんにはあげたと、はい、だから残りは俺だと。ああ、そうかそうか、そういうことか。まあ嬉しいですけどね、それを、うんうん、覚えておいてくれてね、うんうんうん、でもなんだかんだで、このノンフィクションに取り上げられてもらったのは、あの二人が一応は承諾してくれたからじゃないですか。そうそうそう。だから、最後の親父の遺産だと思ってますよ。そうですよね。ね、うんうん、これは、だからめちゃめちゃ得ですよ。得なの？いや、絶対得。いやいや、その、幼少期の きついことを考えたら得ではないよ。そうですね。まあ、トントン。いや、だから最後の親父の優しさというかね。あ、そうですね、うん。もうあんなわけわかんなくなっちゃうけど、うん、はい、まあ、取っていいと。そうですね。いやでもね、今もうね、はい、撮ってること気づいてないような気がするわね。ああ、ただ明美さんは向こうは出るメリット出るじゃないですか。うん、あ、それがちょっと不安なんですよ。そう、だから一応でもモザイク消してるけど、かなり叩かれる存在ではあるけど、うん、まああれは絶対出してる以上は承諾は取ってるわけなので。もちろんもちろん。だからそこは良かったんじゃないですか。あんなにひどいけど。仮に承諾してくれたんだったら、僕に対するなんか償いというか、まあうね、優しさですよね。多少そのコメント出てましたもんね。昔ね、悪かったって言ってくれましたからね。うん、だからどうなのかっていうところありますね。その交渉が危ういまま出ちゃったのか、
まあモザイクは受けますからとか優しさで出てくれたのか、ね、結構多分ネゴシエーションはテレビ局の人うまいからちゃんとそれでやったんだと思うけど、うん、問題のない形で出てくれたってことは多少はそういうそのあったんじゃないですか。藤田さんにとって絶対プラスじゃないですか。しかもそうですね、これから先、うん、でもちょっと僕は懸念というかあるのは、はい、これから会う人に変に同情みたいな目で見られるのすごい嫌じゃないですか。あのね出た直後、はい、あのなんかその明美さんと親父に金使って借金なんだよねって言われて小遣いもらいました。でも藤田さんはやっぱお笑い芸人でさ面白いの基本は最初やってたのに、うん、世の藤田さんというほとんどの人があそこから入るパターンです。なんていうんですかね、今までは藤田さんの闇は僕は面白で接しててそのなんか隙間に闇が見えてたんですよ、うんうんうん、だからなんか順番としては僕の方がなんかいい手順であれを見たと思うんですよ、はいはいはい、でも世のほとんどの人はあっちから見て、ね、うん、見てますね。その後こうふわじだですよっていうのを見てあーこの人大変な人生っていう、どうなんですかね、うん、だから結局は注目されて見てくれるんだけど、はい、固定のファンにはなってくれないんじゃないですか。いやいややっぱ同情っていうのはその一部分だけじゃないですか。だから確かにゲームが好きじゃなかったりするじゃないですか。それでも一応登録者チャンネル登録しようみたいな同情じゃないですか、はい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 、だから続かないと思うんですよね。まあ同情ではあんま見てほしくないですよね。でもだから どっちがいいですか。あの やっぱりあの番組を見てる人って年齢層高いんですよ、はい、ああそうですね、そうですね。だからファンには繋がんない、知名度は上がったかもしれないけどと思ってるんですよね。ただそういう層にまで藤田さん の, その知名度が リーチするってことは今後あるんじゃないですか、うん、青汁の CM とかそういうやつ事務所もね、どういう風なのが成功ですかね。この後この後は今回のノンフィクションを生かしてやっぱ知名度が広がったっていうので今熱いんですよ。そうしばらく時間経っちゃうともうね、そう今熱いんで忘れられちゃうから、なのでやっぱそのお茶の間に届くようなもう全然ゲームと関係なくたっていいじゃないですか、うん、今出ないとね、はい、本当にメディアに青汁の CM もそうだしそんないきなり来ます。そんな重要なのがだこのかわいそうだからみたいな感じでスポンサーさんがあそうですね、そういうの同情からの仕事を得るっていうのも悪くないんじゃないですかね。なんかこの境遇だからこそなんか合ってる品物の消費者金融だって消費者金融で借りてたから楽天カードマンのとかもっとやっぱポップな人使ってますよねそれね。まあそうですけど、うん、その地上波 CM じゃなくてもなんかそういういやウェブ CM でもそうそうそう、ね、結構広めに、うん、広めになんかずっとね付き合えるようなスポンサーさんと、ね、その事務所的にもさ藤田さん押しやすくなってんですか。こんなノンフィクションであれノンフィクションの番組自体も過敏感的なところに行く可能性ありますよ、うん、あーってなんかねその騒いでくれますよね。こんなやつがいるんだっていうめちゃくちゃすごい題材なんでだからいやでもだからそのねあの、はい、トレンドワードで、はい、だ僕はすごい下の方だったんですよ藤田は、はい、だノンフィクションが3位、はい、内縁の妻が18位内縁の妻ね、はいはい、藤田さんが47位、はい、いやそれで十分ですってまあ確かにね、うん、そのヒールじゃなくていい部分が出たから、そう前半見た限りではまだ全然ブチ切れてないし本当にお父さんのことを考えたりとかいい感じなんで後半大丈夫ですよ、ね、ブチ切れ方が良くないとかね、はい、叩かれる可能性もなきにしもあらず。いやでもあれはでもその後なんかカラオケのシーンとかみたいなのもあるじゃないですか、うんうんうん、だからなんかいい感じにまとめてるような僕の感覚ではきっとテレビの人は嫌な感じにまとめますよ。いやまとめないまとめない、あれで見てちょっとだから良かったなと思ってすごいなと、テレビすごいなってめちゃめちゃ藤田さんよく映ってるから。そうそうですね。まあ、最後まで V チェックはさせてもらえず、はい。まあ、よくまとめたからって言われて。ああ、じゃあそれは信じて正解だったんじゃないですか。まあ、後半見てから、ね。ああ、まあ、後半の、その、はい、でも、ブチギレシーンは確かにセンセーショナルだから使われてるけど、うんうん、それ以外はなんか、良さげっていうか。あとはもう、まあ、穏やかな感じじゃないですかね。そうですよね、そうですよね。うん、いや、藤田さんの、だからいい部分もすごい、闇の部分と合わせて、すごいちゃんと使われてるなと思ったんで。これはいいっすよ、天気ですよ。でもこっから行くとしたらやっぱその、はい、ドラマか映画かじゃないですか、僕の人生は。ああ、はいはいはい、漫画家はもうしてるわけですもんね。そう自伝みたいなのあるじゃないですか、はい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 、自のやつね、まず、はい、あれも相当売れたし、あれ良かったですよね、うん、ファミコンに育てられた男。そう、あとはやっぱファミコン側からもちょっとアプローチ欲しくないですか。ファミコン側っていうのは任天堂さんからの
ああそうですね。そうですよね。ただあんまファミコンっていうワードをね押さない方がいいんじゃないかっていう。まあ確かにそう、それは言われてますけど、あの宮崎あおいさんのナレーションも、はい、レトロゲームとか、はい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 、懐かしいゲームとかで表現してるんですよ。あ、そうですね。それはまあもちろんそういういろんな問題事情が大人の事情ですけど、でも事実救われたのはファミコンに救われてるわけですから、人生を。そうですね、うんうん、そういうサンプルとしてもやっぱ存在には任天堂としては扱えないと僕は思うんですよ。まあ、あれ見てもらってよりね、そうファミコンがどんだけ大切だったかっていうの、こんだけ悲惨な境遇でもファミコンによってそうマジで命を救われてるっていうのが伝わりますよね、あの感じだと。そう、救われたし犯罪者にもなんなかったし、そうそうそう、ほんとね、やっぱ響きましたよ後編も楽しみ。そうですね、まあ僕も、うん、まああの涙は多少気になりましたけど、うん、はい、でもなんか調子よくないですか。金はだからさ、使っちゃダメだから渡さないって言うと、あっちの方で、はい、あの野郎金持ってこねえんだとか言われちゃうんだから。ああ、まあ、いや、でもそういうのも込みでも、今回これを取材も OK 出したし、うん、あと少しでも遺産を渡そうと考えたってことが、まず何よりすごい考えてることだし。あ、そうそう、確かに僕を、まあ昔悪くて悪かったと思ってくれて、うん、まあ僕をね、うん、遺産の話もそうですけど、はい、まあいろいろもろもろね、あの僕のこと思ってくれてるの分かったんですよ。そうですね、はい。で、僕父親をもう許してますよ。ああ、許してます。だから今続いてるじゃないですか、まだ。ああ、それがちょっと引っかかるかなっていうかな。 あのもちろん父親がもう 100% 悪くて自分で言ったわけですから、うん、ああ、なんすけどっていうところですかね。まあそうですね。だって明美さんはそれに乗っただけですもんね、向こうが突っ込んできたやつに。どっちもあると思いますけどね。明美さんもやり手だったし、あ、そうそう、つまり未亡人だし、うん、でちょうど空いてたしみたいなこともあって、まあ、昔何があったかは分かんないですけど、現時点一応協力者の一人ではたまたまあったかもしれないですけど、藤田さんをのし上げるためのまあ一つの、ね、大事な、うん、そうなんで、人であるのは変わりないんで、やっぱそこに対してはとりあえず感謝して、まあ、大変ですけど、そうそうですね、もう今までのは、うん、まああるけど、これに出てくれたということ、ね、そう、出てくれたことは絶対に大事だから。そうですね。でもなんか仕事自体はあんま入ってきてないですよ、マジで。まだだって後編が出て、うん、あとは多分事務所がプッシュ してって言えばいいじゃないですか。ああ、そうですね。何でもいいよって。そうそうですね、はい、うん、今のところあの雑誌とイベント一個一個だけど、はい、これにこの後にね入った仕事がね、はい、そうですね。この後の立ち回りすごい難しいですよね。確かに僕が藤田さんの立場とどうすればいいのか分かんないですもん。じゃあ感想はすごい良かったと。僕はもうめちゃめちゃ良かった、感動したし、その、はい、まあある意味内縁の妻父親にも感謝しなさい、はい、そうですね。あとはもう結構その全部見れて、藤田さんの境遇とかもかなり綺麗にまとまってたなと、うん、そうですね、うん、やっぱさすがテレビだなっていうのがありました。今まで聞いてたこと、断片で聞いてたことが、うんうんうん、なんか全部の要素ちゃんと入れてたじゃないですか。繋がりましたね。そうそうそう、うんうん、その殺したいとかあの ところとかもそうだし、やっぱそこは本当一流だなと。どうですか、本で想像してたのと、うん、なんか違う点ありました。まあ親父の感じと、うんうん、親父のその家とか、うん、あと内縁の妻のまあ感じもよりリアルになんか伝わってきました、うん、あ、じゃあ風貌がぼやっとしたぐらいで、ぼやっとしてたし、うん、映像で見るとインパクトは全然違います。本人ですからね。そう、本物ですし、実現じゃ再現じゃないですからね。そうですね、そうなんですよ、すごいですよ、やっぱあれを出てくれるのは。そうだってね、これだってどっちかが死んだらもうこれは不可能じゃないですか。そう、不可能だし、本当これはね人生の大事な宝として残る、残す、本当にそう思います。あの、うん、本当にその二人には感謝するし、そうだってこのまま死んだりなんかあれば、うん、このまま何もわからないまま終わってたわけじゃないですか。そうそう、あの本だけが残って、そうそうそう、なんとなくそういう人がいたんだみたいな、ちょっとそのなんかで嫌な気持ちのまま終わったってことだけど、あとやっぱテレビ局のやっぱノンフィクションのスタッフもめちゃくちゃだから感謝すべきところですね、うん、もちろんもちろんもちろん、ちょっと不安はありましたけど、そうそうそう、すごいよく表現してくれて、そう、しかもやっぱそこの背中を押さないとやらなかったこととかも多分藤田さんあると思うんですよ。もちろんもちろんもちろん、そうですよね。そう、内縁の妻と話したりもしないし、そう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 、だからそこでまあ結構テレビ的に絵が欲しいとかのもありつつ、まあ打算的なものもあるけど、うん、それをやってくれたことでやっぱそう結構藤田さんの人生が解決っていうのは何ていうんですかね、まあ、いい方にいってるかもしれないですね。そうそうそう、解決っていうよりは答え合わせというか、うん、まあなんかね、そのだってこのテレビが絡まなければ内縁の妻とは死ぬまで話さなかったと思うんですよ、うん、そうですよね。だから藤田さんの人生にすごいいい転機に、うん、タレントとしてもすごい転機に なりうるかもしれないポイントだったなってすごい思いました。うん、いい経験ですね、これね。そうですね、だからまあこれでもね、僕はね、はい、タレントのとことかじゃなくてこの出来事が、うん、まあ本来は闇に葬られたんですよ、うん、世の中に出たってことが嬉しいんですよ。あ、そうですね、こう苦しんでた人間がいたっていう、はい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 、はい、それも一番の、そうです、つまりはそういうことです、人生のね、本当にそう
そうですね。これは本当に嬉しいことで、だって普通同じような境遇があった人もね、うん、闇に葬られてるし誰もわかんないまま終わってくる。はいはいはい。そういうのも含めてね、いい放送だったなと。そうですね、はい、うん、でやっぱ僕もいろいろこう接していろいろそういう話も聞いてた中で、はい、今回はなんかすごく藤田さんのまとめだなと、一旦ここまでのまとめが見れてよかったなと思いました。はい、じゃあまあ後編ね、見ていただいた後、はい、改めてね、またね、ぜひこう、はいはい、わかりました。後編もじゃあ楽しみにしてますんで、10月30日、はい、日曜日お昼14時から、はい、楽しみにしてます。はい、フジテレビでザ・ノンフィクション、そうですね、よろしくお願いします。藤田ブチギレ編がね、そうですね、はい、ありがとうございました。おめえの借金が俺に来るだろうやつそうやって笑ってそやってる時は本気でやってたんです。やってます。ニースを見ればわかるんですよ。わかりました。そこめちゃめちゃ楽しみにしてます。はいはい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。